天から取る手は、近藤ルルルの漫画作品。週刊ファミ通1996年8月9日号から2001年12月28日号まで、約5年半にわたって連載された。単行本全14巻、新装版、全六巻。魔女が空から降ってきたある朝、株式会社スキーファミ通編集部アルバイトである、うにこと、うなばらけいのもとに、魔女、 娘トルテが降ってくる人間界で初めて触れた人に仕えて修行する。しきたりのため、トルテは、ウニの元で修行をすることになる。そしてトルテの他にも、いじめっ子魔女のプディング、のんびりやだがどこかが怖いマカロン、優等生のエクレア、魔女王の娘のグラニテ、そして、魔女の天敵、天使までもが集まり、編集部は、今日も大騒ぎ。 実際のファミ通編集部を舞台にしている。そのため、編集部の引っ越しなど各種イベントは作中にも反映されている。登場する編集部員も実在する同盟の編集部員をもとに描いており、現実味がある。また、作中では触れられていないが、連載中にアスキーからエンターブレインが分社化され、2000年4月から、 出版元がエンターブレインになったので、それ以降の連載では社名その他がさりげなく修正されている。トルテの住むウニの家のモデルは東京都調布市の京王電鉄調布駅前にあり、たびたび周辺が登場する。作者の前作、断然、孔介の終了とほぼ同時に企画され、魔女っ子者というジャンルは近藤側からの提案。 担当からのゲームや編集部を絡めたいという提案を取り入れて内容が決定した。タイトルは福田優勝氏にアドバイスをもらって決められた。雑誌編集者と魔女の少女との周囲に巻き起こる騒動をコミカルに描いており、ゲーム誌に連載していたため、セガバンダイがどうのというような時事ネタも盛り込まれている。掲載誌の関係上、都市方向が通常のいわゆる 漫画閉じとは逆になっており、セリフなどが全て横書きになっている。トルテが人間界に降り立つまでの魔女界でのエピソードを描いた天からトルテ。3もファミ通ブロスで連載され、全一巻で単行本が発売されている。また、同作者の別作品、ハイパーアンナのキャラクターも登場した。人気もあり、映像化のオファーも来ていたが、 ファミ通本誌のリニューアルに伴い終了された。魔女や魔法使い、使い魔や、天使の名前はお菓子や飲み物の名前から付けられている。カッコ内は、名前の由来となったお菓子や飲み物の名前。担当声優は、ドラマ CD 版のキャスト。魔女年齢の現段階での300歳が人間界での1歳に、相当する。ゆえに、トルテたちは幼く見えて3000歳を超えており。 三千年組と呼ばれる。なお、魔女界が人間界との交流を断ち切るために、あえて違う時間軸を伴っていたため、年齢等にタイムラグが生じている。なので厳密には三百歳が一歳に相当するとは、言い切れない。基本的に一人称は、自分の名前。三千年組は主に花のステッキで魔法を操っており、六千年組は、ステッキなしで魔法が使える。 ご奉仕カウンターというアイテムがあり、良い行いやご主人様が喜ぶことをすると数値が上がり、悪い行いやご主人様に迷惑をかけると数値が下がる。ある期間までに一定以上の数値がないと石棺を受ける。数値が低くなるごとに石棺の辛さも上がっていく。魔女。娘その他の魔女と魔法使い人間界で奉仕を行う魔女の補佐役。基本的には魔女には、 オスの使い魔が男の魔法使いにはメスの使い魔が厚く。ご奉仕カウンターは使い魔の行動も影響するので定期的に取る手が作ったクッキーで人間の姿になり社会奉仕活動などをしてカウントアップの手助けをしている。人間界で最初に見たものをご主人様にするという魔女界の掟き手によりご主人様となった者たち。ちなみにこの掟き手自体は 最終的に撤廃され、自分たちの好きな相手をご主人様に選べるようになった。魔女の天敵。天使に殺されると、病死、自然死と同様、蘇生術が通用しない。天使たちは、すべての魔女を敵対する悪魔の使いと思い込んで意味嫌っており、そのため魔女は殺戮の対象でしかない。レジャー感覚で魔女を殺そうとするコアントローなどはその、 典型例だが、シードルはさらに、魔女イコールペットというステータスを確立させようとする。登場した二人は両者ともピンクの髪と金色の瞳だが、種族的特徴なのか血縁なのかは不明。人間界での800年前、人間たちを操り、魔女狩りを引き起こし、人間界と魔女界の交流を断絶させて以来、動きがなかったが、久しぶりに人間界に現れた魔女に、 コアントローとシードルはいち早く目をつけた。勉強嫌いのトルテが魔法薬関連の未同世代の中で頭一つ飛び抜けているのは姉サバランが根気よく教えたからである。マカロンが召喚できる魔物は101種にも及ぶ。バツ3はバイスリーと読むであることに由来する。グッズの一環として月刊ファミツーブロス2000年6月号より連載された。 トルテたちが人間界に来る前の魔女界で修行代表者に選ばれたエピソードが描かれている。魔女狩りの悪しき記憶以来、人間界との交流を経って7000年が過ぎた魔女界では男子の出生率が極端に落ち子孫繁栄の危機に陥っている。現最高権力者、魔女王は人間界での魔女の修行の再開を決意した。6000年組以上の魔女たちでは、 人間界への偏見が強いという理由から一番幼い3000年組に白羽の矢が立った。3000年組を架け橋とし6000.9000年組の相手を人間界で見つけ子孫を残すという計画も兼ねられている。早速トルテたち3000年組が修行代表者を選ぶ試験を受けることになった。キャスト以下のキャラクターは バツサンロミの登場となる1998年5月3日にアスペクトより天からトルテ。ガニメディ曜日は大パニックが出版された。著者は金井哲夫。を。近藤はカバーと挿絵を担当した。キングレコードより1998年4月24日に発売された。全一巻。トルテ役の丹下桜が歌う挿入歌、キューティーが収録されている。 エクレア、グラニテが登場する2巻の発売も予定されており、高まれ、高まる連載開始後に、紙面で告知していたことがあった。ABC、近藤ルルルガ州ル収録インタビューより、週刊ファミ通ナンバー703、ありがとうございます。